おーっす。皆さん兄弟、長男クルトと次男カナサ、長女のくるみです。イエイ。はい、ということで今日は何をしますかと言いますと、眠いです。髪伸びてる。高速違反やろお前。うん、髪切れ、ちょっとやばい、受験生だぞお前。今日は解説をしていきます。で、何の試合の解説をしていきますかと言いますと、今年最後の大会ですね。JAC。いつ行われた ？JKJO のね、全日本大会があったと思うんですけど、その4日後。4日後だね。4日後に行われました。ジャックの全日本大会の予選、北海道予選ですね。カナダとくるみが出場してきました。はい。結果は今回トロフィーも持ってきてないんですけど、あ、トロフィーじゃなかったっけ、メダル、メダルか、かっこいいメダルだった。じゃあ結果報告ちょっと軽くお願いします。中学3年、無差別の部で優勝しました。おっす。はい、はい、古いから6年女子の部で優勝しました。おめでとうございます。まあ今年最後の大会はダブル優勝に終われたということで、まあ結果としては良かったですね。試合内容はどうだったんでしょうかね。まあこれから解説していくんですけど、まあ自分の試合は自分で解説していきましょうか。はい。くるみは2試合で、かなたは、あ、まあ一応2試合やったんだけど、1試合目は欠場で、だから決勝戦だけだね。はい、ワンマッチということで、解説してもらいたいと思います。じゃあ、早速やっていきたいと思います。それでは、レッツゴー！今から1回戦の解説をしていきたいと思います。相手はやったことある相手ですか？はい、そうですね、一応勝ってるの？まあ、はい。作戦とかあれば教えてください。作戦は、もう、腹、なんだっけ、パンチで腹をちょっと効かして、それで上段を入れるつもりで練習してたんですけど、なかなかちょっと入らなかったみたいで。どっちも確かに。そうなんですよ。いいね、でもパンチは良かったよ、結構。前蹴りがちょっと入らなくて悔しかったなって感じです。練習してたのね。はい、先に得意の前蹴り覚えておいてください。わあ、ダメだこの冗談は。何がダメだった？なんかちょっと、なんかがダメだった。今もちょっと良かったですね。今の良かった。うん、全然。あと30秒なんですけど、手の力がちょっと入んなくてですね、効かしきれなかったっていうのは嬉しかったです。前半にちょっと力、この時もうちょいさ、胸パン打ったわね。あ、頑張れ頑張れ、どうする、どうする、力入んないやつだ、一回ちょっと力を頼む、力で、お出さなかったっけ、取ってない。効かしたね、効かせれたよね。はい、ということで結果はどうなんでしょうか。5-0 ということで、初戦は勝ちです。イエーイ。まあこれで一応まあ全国の権利は獲得してましたね。はい。じゃあそれでは決勝戦に行きたいと思います。どうも。前回戦の相手は。戦ったことあります。何回もあるよね。はい、こちらは私はジャンプをしないように気をつけました。結構ローが良かったね。うん、いいね、セコンドいいじゃん。パパは一応誰だと思いますか、皆さん。パパもやった、うん、やったよね。で、ちょっとここまで来たらちょっと詰めるようにちょっと、うん、もうちょいね、これね、相手を回らせないように場外まで出していいからね。
ほら、あ、そう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 、これぐらいね。ここからちょっと鼻を出して今日幸せに裏側ですか、これは試合の、はい、いや、ロイね、こういう速い蹴りをもうちょいね練習してもいいじゃん、勝つ。一応この端っこにいる方はこれカットないからね。ごめん。あとなんでなんだろう。もうちょいローね、強く打てればね。10秒って言いましたよ。強化、ロー効果。こっからラッシュかけるのか。私今体力増減中ですね。増減ってお前、増えるに減るだと増量中増量って今ちょっと言えてます。体力強化しててね。はい、誰とやってんの、誰とやってんの。一応、月曜日に全部クリップされてます。鬼キツメニュー、はい、5-0 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあこの日の、まあ、2試合の感想をね、自分の出来とか一言ちょっと。最後まで聞かしきれなかったっていうところとかがあるので、そういうところをこれから練習してジャックではベルトを取りたいと思います。はいはい、ということで解説していきたいと思います。はい、決勝戦です。もう眠たい。まあ相手は結構体格差ありますね。じゃあ行きます、はい、身長もクートより大きいってよくない、同じぐらい、同じぐらいですね。体重は結構差はあります。はい、まあ、初心者に分かりやすい練習後技とかこういう重たかったですね、これ圧がすごかった、圧力。はい、走ります。ここ大事、ここ大事、やっぱりここ大事、やっぱり前蹴り。こういう相手にはどう戦えばいいんですかね。できるだけ自分が当てて、自分が当てて相手の攻撃を食らわないっていうのがまあ一番ですよね。じゃあやっぱりこの試合の作戦はそういうことが意識していたんですか。作戦なんか思わなかったよ、気がせなかった、まあ、この相手とはね、一回やってるよ、2年前くらいに、うん、その時は技ありを入れて勝って、今回やっぱこのミドル、このミドル大事、一番ちゃんといった。この気合はどうなの、嬉しいな。あ、まあこれはもう気合で戦おうと思った。気持ちで戦おうと思った。たまにはね、いつもはなんかこうやって打ち合わないんですけど、まあこの機にこうやってもたまにはこういう試合もいいかなと思って。なるほど、それは試合中に思ってたかな。思ってたということで試合終わりということで、結果どうなんでしょうか。今回三振制かな、5、5人だったっけ。5だよ。はい、5対0で僕の勝ちですまあこれでジャックの権利は獲得ということで、はい、じゃあそのままちょっと一言感想お願いします、はい、全体を通してまず相手の圧力が思った以上にすごかったっていうのと、まあ今まで戦ってきた中で一番だったかもしれないです。本当にこれは圧力すごくて、まあ、体格差もあったんですけども、久しぶりになんか重量級の人とやって、まあ全日本に向けてまあ良かったし、これぐらいの圧力を感じれて、それでは次の1月30日のジャックに向けて頑張りたいと思います。おっす。はい、ということで、はい、どうだったでしょうか。はい、まあ2人とも無事ね、全国大会の権利を獲得して、1月30日のね、大阪エディオンアリーナ大阪でね、また再びまたですね、リベンジしに行きます。今回は3大会連続ぐらいじゃん、全国、うん、グラちゃん、JKJO で今回ジャックということで、はい、まあ、クロちゃんはカナタ優勝、 JKJO は2人とも3位ってことで、今回はどうなるのか。今回ね、しかも優勝したらベルトが、チャンピオンベルトがあるんで、まだ誰もゲットできていないと
もちろん狙ってますよね。ベルトしか狙ってないっす。もうつけてる？もうつけてる？もうつけてる。いい。しっかり取ってもらってね。やっぱりまあ今回の試合で思ったことはやっぱり、まあセコンドの俺のおかげで勝てたということで。大事だったよね。お前はキッスよ、こいつは。ああ、こいつはキッスだけど。でも、カナタは、やっぱ試合に余裕ないから聞こえてないっていうことで、ね。ああ、今回は聞いてなかった。もちろん余裕持ってたかもね。余裕。ということで、まあ今年の大会は全部終わったということで、まあ、またゆっくり、なんかまとめみたいなね。感想とか、あげてもいいんじゃないですか。今動画上げたいと思います。で、またなんか、企画もね、募集したいって言ってたよね。じゃあお願いして。お願いして。ぜひいい動画、いい企画があればコメントをお願いします。お願いします。お願いします。まあなんか難しいね企画とかはちょっとできないんですけど、まあ格闘技系動画ね。格闘技系でも、何でも、まあ、まあ別に何でもいいんですけど、できそうなやつをそこから選んで僕たちもやっていきたいと思います。ます。よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画で。バイバイ。